ラジオ関西が AM558 FM911 で神戸ハーバーランドから生放送ニュースの景色をお送りしています。今日は今週土曜日に行われる六甲ファミリー祭りのご紹介です。例年は神戸祭りの前の日に各区の区民祭りが開催されますが、今年はそれぞれの区ごとにバラバラの日程での開催です。灘区の区民祭り、六甲ファミリー祭り、スタジオにお越しいただいたのは神戸市灘区役所総務部地域共同課の大浜由紀さんです。大浜さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今週土曜日6月1日、第51回六甲ファミリー祭り、どこで行われるんですか？神戸市の灘区王子陸上競技場前広場で行われます。何時からでしょう？朝の11時から夕方の5時まで行います。はい、いっぱいお楽しみがあるんでしょうね。たくさんあります。教えてください。はい、会場ではですね、だんじりパフォーマンスなどを行うファミリーステージのほか、子どもたちが工作などいろいろな遊びに挑戦できるファミリー広場であったり、あとお祭り屋台、露店ですねなど、小さなお子様からお年寄りの方まで楽しむことができるコーナーをたくさんご用意しております。会場広いですから盛りだくさん、一つ一つ聞いていきましょう。はい、ファミリーステージ、これだんじりの登場はいつなんですか？は、オープニングすぐの11時過ぎからになります。おお、はい、その後どんなイベントがあるんでしょう？はい、どんな人が出演するんですか？はい、地域で活動する約20団体の方がダンスや演奏などを披露してくれます。で、あとフィナーレですね、最後の方には婦人会さんによる民謡があるので、来場者の方も一緒に踊ることができまして、会場全体が一つになって盛り上がることが間違いなしとなっております。ちびっ子も若者も、はい、大学生も、はい、老若男女ですね。はい、皆さんですね。それでこのファミリー広場にお楽しみコーナーがあって、はい、これは中身はどんなことなんですか？はい、お楽しみコーナーは、テニス体験であったり、あと交通安全コーナーであったり、あと木工教室などもあります。で、あとはですね、能登半島地震の被災地の方を、被災地を応援するために石川県被災地応援団による石川県内の障害者就労施設などで制作した物品であったり、あとクッキーなどお菓子の販売なども行います。家族で楽しめるコーナー、それから被災地の支援になるところもあるっていうことですね。はい、そうです。このファミリー広場、他にもガレージセールスコーナー、はい、こちらは何ですか？は、古着であったり日用品とかを、灘区にお住まいの方が服のリユース品とかをする販売コーナーですね。5年ぶりに待望の復活で復活した企画なので、ぜひ、はい、皆様の掘り出し物を見つけてみてください。待ちに待った企画ということで、はいはい、どういうものを売ってるんですかね？古着とか日用品とか、あと雑貨とかも売ってるし、うん、本も売ってる方もいますね。本も、はい、たくさん売ってます。ここお宝見つけたっていうものがありそうですね。ありそうだと思います。あると思います。それからレクレーションコーナー、これは、うん、子ども向けなんですか？そうですね、お子さんが体を使って楽しめるブースがたくさんありまして、例えばダンボールバスケットであったりとか、お手玉とか、昔懐かしの遊び体験ができることができます。で、こちらのコーナーではですね、各ブースでスタンプを集めると、はい、素敵な商品がもらえるので、ぜひコンプリートを皆さん目指してください。スタンプラリーもあるということで、はいはい、これも家族で楽しめそうですね。そうですね、はい。ここにお祭り屋台、はい、屋台はお祭りの楽しみ、はい、ね、六甲ファミリー祭りのお祭り屋台は何ですか？は、かき氷とかりんご飴とか、あとベビーカステラなど、他にもたくさんあるんですけど、総勢で35店舗の屋台が勢ぞろいするので、35店舗、はい、選び放題ですね。何でも食べたいものがあれば嬉しいなと思いますね。はい、その他
今年の見どころは何でしょうか。はい、先ほどもちょっと冒頭で申し上げました通り、迫力あるやっぱり5台のだんじりがファミリーステージのオープニングアクトとして登場するので、そこが見どころかなと思います。5台も来るんですね。はい、たくさん来ます。で、あと他にもですね、プロサッカークラブのヴィッセル神戸のマスコットキャラクターであるモービーと、ガールズ応援ユニットのヴィッセルスレイヤーのメンバーの方が登場してくれたり、あと X リーグチアリーダーのチアリーディングなど、オープニングから見どころ満載となっております。灘区にお住まいの人も、はい、それから灘区の外から遊びに行く人も楽しめます。はい、大浜さん、はい、いい機会ですから、はい、灘区のいいところをここで紹介してください。はい、灘区はですね、山であったり、あと川、たくさんの自然に囲まれたとても素敵な町となっています。で、ちょっと今日はあいにくの雨なんですけれども、はい、晴れていたら今の時期だと六甲山の山並みであったり、あと緑の黄緑色のグラデーションがすごく綺麗になっているのが見れて、本当に素敵だなと毎日見て思ってます。電車からもよく見えるから知ってますよ。はい、はい、であとはマヤ山の菊生台からの眺めもすごく素晴らしくて、はい、あとハイキングで行くこともマヤビューラインで簡単に行くこともできるので、皆さんぜひお越しください。で、他にも灘桜祭りや菜の花祭りなど四季折々のイベントがあるので、ご家族でもお友達同士でも楽しめます。ぜひ実際にお越しになって灘の魅力を感じてみてください。ね、山あり桜あり、ね、うん、四季ありということで、はい、はい。で、あと他にもですね、ちょっともう一点魅力としては、やっぱり私が灘区で勤めていてですね、灘区に行っていて一番感じる魅力としては、はい、やっぱり灘区にお住まいの人だなと思います。はい、でやっぱり灘区にお住まいの方とお話をする機会が結構あるんですけど、やっぱり皆さん一人一人が灘区に誇りを持って、灘区をさらに良くしていこうっていう気持ちでさまざまな地域活動に取り込まれているなっていう印象があるので、今回のこの六甲ファミリー祭りでもそんな地域の皆様からのご協力があって成り立っているお祭りなので、皆さんぜひとも、はい、お越しください。6月1日六甲ファミリー祭り、今週末土曜日ですね、はい、王子陸上競技前広場で開催されます。はい、お祭り当日、王子陸上競技場、神戸市立王子動物園の駐車場は使えません。六甲ファミリー祭り、王子動物園にお越しの方は公共交通機関を利用してお越しください。大浜さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今日の感想をメールでお寄せください。メールアドレスは ksk@jocr.jp です。このコーナーはポッドキャストでも配信します。ラジオ関西ニュースの景色、 AM558 FM911 神戸からお送りしています。